もっと聞いてね MBS。 もしもし、すいません、朝早くから勝子さんでしょうか。はい、羽根勝子でございます。坂東さん、おはようございます。おはようございます。羽根さん。羽根でございます。勝子さんというのは、勝はどんな字を書くんですか。勝ち負けの勝でございます。あ、そんなら、あれ不思議ですね。これ勝子さんっていうのは、あのいらっしゃるけど、負け子っていませんね。そうですね。これなんででしょう。多分ね、ああ、私が生まれた頃が、はい、勝ちたいと皆さんが思ってる頃でしたので、で勝子ってつけたんだと思います。というと、うん、おばあちゃんですから、はいね、これもあのすいませんけどもね、そうなってくると戦争 の、はい、あの第二次世界大戦、大東亜戦争の終わりの方でしょうかしらね。そりゃそうですよ。はい、74歳でございます。あ、それだったらそうです、終わりですわ、はい、僕は、はい、あの77ですから、昭和15年ですから、はい、もうちょっと年上げたらもうね、はい、78になるんですけど、私も12月から来たら75になります。あらー、ちょっとつかのこと聞きますけども、はい、サバは呼んでないでしょうね。サバ呼んでないです。もう坂東さんお世辞がお上手だから。いやいや、お世辞どころかこの口先だけでこんだけ来たからね。ほとんど9割方嘘ついてますからね。え？本当にまだまだ言えなかったことよくありますから。あ、そうですか。うん、うちの家内ですらあの私を信じてないんですから、世間が信じるわけがないですよ。あ、そうですか。女も、はい、本当ですよ。あのうちの家内はね、美しくて、はい、あの気品に満ちた育ちのいい女性なんですけども、はいはい、僕が嘘ついとったらね、知らんぷりしてますもんね、返事をしない、もうちゃんと分かってらっしゃるんですね。はい、あのね、あの謙遜して言うてるから、それに上に乗っかぶせるように、勝子これ、勝子ほんならおばあちゃんって呼ぶぞ。でも友達はおばあちゃんと呼ばないでって言ってませんでした。言うてる、ね、お電話で話したら、なぜかというと、おばあちゃんじゃないのでね、孫がいないので、孫がいないからそらおばあちゃんじゃないわね、はい、呼ばれたことがなくて、友達が気を利かしたんだと思います。いや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 、いいですよ。あの、だっておばあちゃんですかって、あのあれ妙に聞きますね、はい、あの780の人にこう、はい、ご挨拶するときに、はい、まあ、お名前がわからない、あなたとも言えないし、そうですね、ねえ、ほんなら大体見たらわかるじゃないですか、こう、はい、ね、まだまだ50ぐらいだったら、前後だったらちょうど悩ましい時でございますが、やっとおばあちゃんですかって言われたら、うん、あ、そうですよって、嬉しそうです。だけど、うん、おばあちゃんじゃないんだ、勝子さんは。そうなんです、慣れなかったんです。慣れなかった、慣れなかった。そしたら孫ができなかったっていうよりも、うん、そうか、正直申し上げれば、正直に言うて、はい、別に構わない、バツイチ独身、子供なし、当然孫ございません。バツイチ独身、子供なし、ちょうど都合のいい女やな。え、何が、はい、ちょうどいいや。何がちょっとです、何がですか、ちょうどいいの。これあのね、はい、シンドラ優子からの紹介なんですけど、シンドラは田辺そう、和歌山に住んでます。え、それであれは独身は子供、あ彼女、あ、友達、いやいや、勝子は、あ、私独身今。いや、どこに住んでんの。あ、私大阪吹田市でございます。そしたらあれで、あの JR 乗ったらすぐやん、梅田ぐらい。あ、そうです、梅田でしたらしょっちゅう行ってますけどね。え、梅田 の、 あの MBS、 あ、昔のね、はい、あの MBS の近くから、僕この前偶然あの電車に乗ったんですよ、はい、ちょうどそこの前に、はい、あの焼き鳥屋さんがあって、そこが美味しいっつってね、サバエというこの人がまたごっつい人なんですけど、またそのうち紹介しますけども、はい、あの千里の千里の放送センターの近く、近くから JR 乗ったんです。あ、そしたらね、はい、11時頃だったら空いてますね、はい、梅田に向かっても、これ15分ぐらいで着きますよ、ほんまに、はい、千里の方行かれたんですか。そう、焼き鳥屋に、なぜか。私千里に近いんですけど。あ、そう、うん、はい、あの北千里の方です。そう言われたら、僕はあの大阪に来て初めて放送ね、携わった時は千里にありましたもん、毎日は。ああ、
はい、あそこから行ったり来たりしてましたもんね。あ、そうでしたか。そうですそうです。今はちょっと変わってなんか違う建物建ってますね。だって過ぎたらね、千里からあそこらにも遊ぶとこがなくって、はい、朝までね、麻雀したりして、してたんですか。してました。それも朝からね、もうその頃タクシーで帰るほどのお金をもらってなかった。毎日朝また貧乏でね、タクシー代くれないんですよ。そう。それで横向いたらもうね、今でこそなんか全国歩き回っておばはんに遊んだりしてる鶴瓶っちのがおるじゃないですか。はいはいはい。あいつと一緒にわーって、あいつ、あんま言うたろかいな、もうどれぐらいやんちゃしとったか。ほいで千里から乗るんですよ。あ、電車に着いたから乗って、はいはい、であいつは西宮へ帰るけども、僕はね、もうちょっとスターになってたんで、はいはい、梅田の近くでおりましたから、はい、あ、今の毎日放送から歩いて傘いらずのところに住んでたんで。ああ、そうでしたか。そうですそうです、はい、その頃に大取ったらな、勝子ねえ。いや、ねえって2つか3つしか違わない、ちょうどいいじゃないですか、年齢的に。ちょっと待って、これ年齢って関係あるかな2つ3つ。やっぱりちょっとあるような気がします。あ、そう、はい、勝子さんに聞くけども、はい、朝一番だけど聞いてる方、よその方に言わんとってね、これ、はいはい、自分だけでこそっと聞いておいてくださいよ、はいはい、いいですか、はい、勝子はあの独身ですね、今ね。今は、うん、今は前は違ったんだ。あ、そう。ほいじゃあ生まれたまんまではないんだね。ないんです。生まれたもうないです。え、大人の女でございます。大人なんだ。はい、そうでございます。ほいじゃあ、あの、え、初体験はあるんだ。 ありますよ。もう若かりし頃に。若かりし頃でしょ。はい。え、まだ6時半。ちょっとそういう話いいんでしょうか。え、そういいですよ。これは、そんなんばっかりだ。僕それしか話題がないんですもん。こんな時にね、はい、政治家の話やとかどうのこうのって嘘つきの話だってしょうがないじゃないですか。はい、これ勝子だったらはっきり言えるでしょ。はい、どこ行ったの一番初め、その男と。最初私お見合い結婚でしたから。お見合い、はい、うわ、それで、あの田舎でお見合い結婚して、ああ、で私長女なので下に妹2人いたから、ああ結婚したくないって言っても、ああそうか、父がもう上から行かなきゃいけないって言われて。そういう時代ですもんね。はい、で仕方なしに行ったんですけど。仕方、あの初めお見合いしたじゃないですか。はいはい、1回だけ。お見合い何回もしました。そしたらその中で まずね、何が気に入らなくて断ってんの。え、まあ、何回もしたけど、うん、その頃結婚する気がなくて。ああ、でもあの最後の結婚した相手は、うんうん、もうなんか周り父や母がもううるさいから、うん、でも早行けって言われて。あれ、なんであの頃ってね、妙なことですけども、はい、あのいかんことにはなんか罪のように言うんだよね。そうですよね。え、うん、我が子のに、うん、ああ、で上から行かなかんって言われて仕方なしに行って子供でもできたら落ち着くかなと思ったけどできなくて。ああ、そうかそうか、子供ができたら子はかすがいって言って、また違った感じでね、そうそう、旦那を見るし、うん、はい、子供を2人で育てるというのはまた違うね、環境になって、それだったらご主人も働いてくれてるのが大事にしようと。そうそうそう、それもあるけど、私ね、うん、お姑さんのいるとこ一緒に暮らしてたんですよ。あ、で、あの大きなおばあちゃんもいて、お母さんもいて、ひいばあちゃんいたんだ。旦那さんと、そうだからちょっとね、やっぱりこの2人だけの生活っていうのをしてないので、あ、仲良くできなくて。つらかったな。あ、できなかったんですよ。だってね、うん、これから子供作ろうと思ったり、まあ、愛していって、この人のためだったら子供できてもいいわと思ってる時に、うんうん、そこに おばあちゃんはいるわ、ひいばあちゃんはおるわと言って、ここでボロ屋やからな、カツコ行ったとこが。ほら、聞こえるやん。声の一つも出したいのに。ちょっと待って、これ 朝一番の番組。ちょっと、まあ、そんな話はやめた方がいいんじゃないかしら。それこそ怒られるわ。あ、はいはい。いや、だけどね、ごそごそしたってなんとなく音が聞こえるじゃん。聞こえますね、日本の、あの住宅だからね、鉄筋、ね、うん、じゃないし。うん、それで結局、まあ、またその後、ね、独身でそのままお仕事をしがてな今日を迎えてるわけだ。そう、離婚して、うん、で私、まあ、結婚したのは田舎だったんだけど、離婚した後にこちら大阪に出てきたんですよ。うん、あ、そうなの。あ、ほんでずっと大阪の方が長いですね。そして、あの、自分で働きながら。そう、働、一人で働いて、一人で食べて。それまた
大変じゃない、何をするったって。そうですね、まかないとかそんなんで行ったんですか。いえいえ、あの最初はね、うん、あの着物着付けの仕事で。着付けで、はい、はい、いいじゃないですか、うんうんうん、でも人間に着せるんじゃなくて、え、あのマネキン人形に着せる。デパートとか。デパートの、そう、デパートのマネキン人形。あの頃はね、あの着物がまだまだ人気があって、阪神百貨店さんなんかワンフロア使ってたんじゃないかしら。最後の方は販売の仕事をしてましたね。それよりもあの和太鼓もやったの。あ、もう言ってました、和太鼓、うん、太鼓を習ってます。あ、今も。今も、今習い始めたばかりです。あ、そうですか。 そしてその前にはなんか将棋もさせてた。将棋も両方と今もやってます。こんなんおっさんやん。おっさん勝子完全な。なぜかね、男の。そう思うでしょ。でもね、うん、和太鼓なんか 80% 女性ですよ、習いに来てる。そうですか。あのちょっとねじれ、ね、鉢巻きをパッとして、うん、ちょっと前をちょっとこうね、はだけたような、それもはしはしたない言葉ですけど、ちょっと見えるような見えないような、それでバーンとね、皆さんがポーズ取って、あのね、勇ましい格好で、多少ね、あのもちろん下着を着てるから、あれが膝の上、なかなか色気があって勢いがあって、よーとか言ったらダーンって。そうですね、男の人もかっこいいですよね。男もいいけど女の人もいいやろな、うん、男の人のかっこいいなと思って見てます。そしたら勝子また元気だ。あ、いやいや、あのストレス解消、うん、認知症予防ですね。あ、認知症、あ、それはいいね。はい、それで将棋というのもまた、将棋はね、うん、小さい頃、小学校の低学年の頃、父が趣味でやってて、相手をさせられて、それで駒の動かし方を教えてもらって。このとこもう大ブームやからね。でもね、ずっともしなかったんですよ。あ、してなかったな、うん、ずっとしなくて、で仕事辞めて遊んでるようになって、何しようって考えた時に、で将棋をやりたいなと前から思ってたので、それを始めたんです。ああ、そうですか、うん、僕天童まで行ってね、将棋の駒を、あの矢倉みたいなとこで、あの子供たちがみんな将棋ね、はい、槍とかね、桂馬とか持ってるんですよね、そしてその三五歩とか言って動かすんですよ、はいはい、それのマイク持ってやって、もろ負けましたけどね。あ、そうなんですか。そんな将棋、人間将棋、うん、あ、そうですか。天童まで行きましたですね。あ、あそこは家具のね、有名なとこですから。どこでしたかしらね、あれ。天童、新潟の方ですね。あ、はい、そうですね。だけど、そうだ、しかし勇ましいな、将棋は、それは和太鼓はやるわっていうね。これはもう、勝子ばあちゃんってを紹介します。ばあちゃんじゃないわ、青春だ、まだ。なんか、想像したら男っぽい。そう。と思うでしょ？うん。うん、でも、まあ中身は男っぽいですね。どんなんやろね。だけど、まあ、あのね、これからもおそらくね、今あのお一人です住んでらっしゃるんですか。はい、そうです。そしたらあのお友達もね、お付き合いもしなきゃいけないでしょうけども、何して元気でなければね。そうそう、元気で、うん、元気でなければ楽しめないから、頭もボケちゃったらいけないから。あ、そらそうだ。それよりもあの勝子のお父さんはいい名前つけとったね。あ、それね、姓名判断に凝ってたんですよ。あ、そう、勝利の勝だけど勝子ね、羽根勝子っていうのはね、うん、本当はいい名前なのに名前負けしちゃいまして。いや、名は体を表すとか言うけども、その通りです。名前負けしちゃいました。いや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 、あのお言葉もはっきりしてるしね。いえ、うん、うん、あの、ちょっと誰か好きになろうとか思わない？ムラムラっとしない？これからちょっと涼しくなってきたら。もう最近はね、なんかちょっと人生リセットしちゃったんじゃないかなっていう感じで。うん、いやいや、お風呂なんかで自分で一人でこう洗ってる時、また使えるわとか思わない？安藤さん、ちょっと朝の番組の言葉じゃございません。いや、そういう意味じゃない。まだまだ体は使えるなって言うて、おかしなこと考えないで、勝子。今運転してる人がガクッとなってますよ、ほら。そうです。いやいや、お声も若いし。いやいやいや、これから、うん、あ、まだいいんですか。あ、いいですよ。あの優子、友達の優子。あ、優子は優子、軽井沢で知り合ったって言ってませんでした。いや、あの、そうそうそう、なんか軽井沢。優子は別品可愛いですね。あ、大したことないな、じゃあ。何何可愛い。優子は、目がくるくるっとして可愛い。ほら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 、優子いくつ。私より10個下。
10個したいけど仲良くしてるんですけど。で、おじゃいっぺん3人で会おうか。ねえ。ねえ、今度ね、いっぺん今でも企画してるんですけど、なかなか実現しないんですよ。みんなおばあちゃんと一緒に、長井公園でも行ってみんなでね、遊ぼうかって言って、地下鉄降りたから駅もね、あの公園近いしと。そんなことも、その時は参加してください。はい。はい。よろしくお願いします。今朝はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼します。お元気でね。勝子好きだよ。